そうなの <laughs> そうそうご飯食べたいの太りにくい時あ本当そこ関係しとんかなどうなんかねそうあと裏話話してないことあるかな何だろうなんかもう,もうめっちゃさずっと話したいけど話せないビッグすぎる出来事だからさずっと密かに自分の心に留めて楽しみにしてたんですけど放送を。 なんか話してないことあるみんな何なんか質問ありますかこの放送とかに関してあとメンバーもちょっと出てくれてたりとかしたけど <laughs> どんんどんツイートしないわありがとうもう今日めちゃくちゃもうしつこいくらいツイートしちゃって申し訳ないぐらいなんですけどめっちゃフォロワーが増えてるえありがたいありがとうございますえー <laughs> <laughs> しつこくないよかったよかったよかったかき氷の推しが知りたい私福岡の中須ぜんざいっていうかき氷屋さんがすごい好きで今日も行きました <laughs> 美味しいです昔ながらのりこちとはどっちが大食い私したねりこちで食べたい食べたいって気持ちと胃袋が近くなくて遠くていつも食べたい気持ちだけあるりこちゃんは。 <laughs> って感じお寿司屋さんでお皿何個とかああのでもまだ結構前だからもしかしたら今の方が食べられるかもとか強気な発言しちゃうけど前お寿司食べた時は35皿とかだったかなでもなんか35皿ってすごくないかもって思い始めてきたあの大食いを見て他の方の大食いを見てもう一回挑戦したいなって思ったらちょっと記録更新したいって感じ なんかお寿司食べてる方百100100超えじゃでしたよねだから50皿食べてることになるじゃないですか,かちょっとちょっと私もそんぐらい食べたいなと思ってうんちょっと記録更新したいですねまだまだ <laughs> 普通に負けてる方がいっぱいいるけどありがとうございますそうもっともっとえなんかもっと食べれるって自分をちょっとなんか 新しすぎてたというかなんていうの思ってたからちょっとちょっともうちょっと行きたいなと思いますねなんか各地の見掘りに食べてほしい大食い料理みたいなのあったら教えてほしいですなんかあんまりなくて調べてもう近くにだからもういっそのこと他県に行っちゃおうとか思ってるからぜひなんかおすすめの大食いのお店あれば <laughs> 教えてください <laughs> お願いします募集 募集してますあわんこそばもねしたいですしたいですちょっとね忘れちゃうかもしれないからツイッターとかでハッシュタグ中身トートとかハッシュタグ田中美穂でもいいですよなんでもいいのでそう引っかかる感じで検索につぶやいといてくださいあ、リプもいいですねリプでもよろしくお願いしますそう、いっぱいね知りたいしねもっと記録作りたいなって思ってきた 大食いのなんで,お願いしますでも早食いは得意じゃないんですよそこがねちょっとね他の方との違いかもしれないんですけどそう私ゆっくりいっぱい食べるから早く食べるかって言われたらね違うんよねだけん多分大食い選手権とか出たらそんなに結果残せないかもしれないっていうなんかちょっと萌えあずさんとかにはやっぱりかなわないすぎるとは思うんですけど。 美味しくゆっくり食べます <laughs> そうだね完食したら無料ってやつの時間制限が長めのやつとか時間制限ないやつとかあれば <laughs> やりたいななんか20分で何キロ食べるとかは多分無理かもしれんわからん特訓したらいけるんかなちょっとやってみたいけど感じ私の食べてる姿どうでしたか皆さん大丈夫大丈夫な範囲だった 美味しそうっっって思えたたたた大丈夫だった綺麗に食べたよかったー燃えた <laughs> おもろいんだけどほんとよかったなんかさ食べ物を人前で食べるのって結構難しくないですかいろいろと気にしませんかあれじゃないなんか絶対デートとかでズルズルズルってそばとか食べれんくない分からんけど <laughs> だからどうかなって思って大丈夫だったよかった もっと好きになりましたありがとう優しい優しい方々ばっかりで、ね、嬉しいほっぺについてたあーでもそれの裏話もあるあれマヨネーズがめちゃくちゃあのトーストの撮影であのなんか最初になんか見本じゃないけどなんか先に作ってくれたのもあるし自分で作ったっていうのもあったりとかしてマヨネーズを2本使い切ってた気がする。 スタッフさんがマヨネーズもう2本使ったよみたいに言っててそれ聞いてもえっえっえっなんぶっ倒れそうになったカロリーやばって思いながらそうでも仰天チェンジとかでは4本ぐらい使うかなみたいな感じでもうスタッフさんはもうそっちに慣れてるからえすごいと思いながらそうで悩みがたっぷりだから一回もうなんか。 かぶって本当に何も考えずに食べてみたらもうここら辺にマヨがついた鼻ぐらいにマヨがついてここだったら可愛いけどさまだここら辺について一回これはやばいと思ってめっちゃ笑っちゃって NG ちょっと笑いすぎて NG になっちゃったんですけどもうあざとい通り越しても大丈夫みたいな <laughs> 感じになっちゃうからギリな感じのあのちゃんときれいな範囲のだったかな放送されてたかよかったけど どれが放送されてるか分からんからめっちゃ怖くって <laughs> そうもうなんかここら辺になってとかもう怖かったもん <laughs> あれさあの自分一人で朝ごはんあれを食べとったけんさ別に口についても多分気にしとらんかったけどさやってテレビに食べとる姿が出るのめっちゃはずって思いながら食べたいからわざと NG 出さないけどでも OK ですって言われても食べてた。 美味しすぎて久々にあのトーストを食べて本当にああうまいなーってなりましたそうだいぶそうですね結構もう他にもなんか遅刻しそうになりつつなんか結構お母さん役の方のセリフとかあったりして結構なんか会話とかもあったんですけどそれは放送されてなかったけどそうなんか遅刻しそうになりつつもみたいな。 とこでお母ささんに注意されながらめっちゃ食べてるみたいな <laughs> あったんですけどね未公開シーンいつか何かに出たら面白いなと思いますけどん結構未公開シーンあると思いますだけどあんなに泣かしてくれてるから撮影した全部のデータってすごい量なんだろうなってめっちゃ思いますだねでも本当に。 テレビすごーいって思ってこれ自分が見てた「ザ・世界仰天ニュースだー」だって思って感動しためっちゃくちゃこんな感じで放送されるんやーと思ってうんすごかったあとで予約録画見るありがとうメンバーもさ「歌たコン」出てる方はさ見えんけどさみんなめっちゃツイートとかしてくれてたりあと あの他のアイドルさんからも連絡来たんですよ豆柴さんの愛花さんとかそうもうめっちゃ嬉しすぎてやばいと思ってひっくり返りそうになったよ本当にそうめっちゃ今日ですごいことがいっぱい起きててめっちゃ嬉しいですありがとうございますツイッターでもまだ見切れてないいぐらい多分 私を知ってくださった方が名前をツイートしてくださったりとか『仰天ニュース』とかでツイートしてくださったりとかしてるからすごいなーって思ってうん本当に今日寝れない気がする <laughs> ってぐらい本当にびっくりしてるよ余韻がすごいと思いますまだまだツイッターねフォロワーさんとか「いいね」とかめっちゃ増えとるけん嬉しい えすごいえだってえツイッターすごい,、うん、すごいなほんとにお顔見に来てありがとうもうめちゃくちゃ嬉しいですですよね300人ぐらい増えてるフォロワーやっぱそうだよねなんかだってわしが見た時のフォロワー数と全然違くてびっくりしてる今すごいありがたいですねありがとうございます お仕事、そうです、これを機に大食いが、私の大食いが広まったら嬉しいなと思いますね。私、ツイッターの自己紹介めっちゃシンプルにしとるけど、大食いとかどこかに入れようかな <laughs>。どこかに。ちょっとまだいろいろ、オフショットも出せれてないやつがあったら出そうかなと思います <laughs>。 あそうだねで今日で STU48 と田中美穂を知ってくださった方はまだ今週今週私たち STU48 私もなんですけど含めた STU48 をね見ていただける機会があるんですよなんとあの今週金曜日の8月5日の23時から「あのミュージックブラッドさんという音楽番組さんの に出させてていいいただいていますそちらも収録なのであのもう収録は済んでいるんですけど STU48 の曲とあの日向坂46さんの曲も挑戦させていただいているので是非見てくだされば嬉しいなと思います今日も STU がテレビに出ててすごいまたっていうのがすごい嬉しいんですけどそう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 ぜひ見てくださいそうだねほんとだ これも日本テレビさんですね。そうそう、よろしくお願いします。うん。あの、M. C. のお二方もすごい。みんな、み、みんなにめっちゃ。優しくしてくださって、すごい盛り上げてくださってて。そうそうそう。同じ名字の田中圭さんとかがいたりとか。<laughs> <laughs> そうそうそう。ぜひ。ぜひ見てね。<laughs> ぜひ見てね。 花は誰のものと,とかもう一曲「うん」っていう曲名の <laughs> 日向坂さんの曲とかねお楽しみにそう田中さんと千葉さんがやっている番組ですねうん <laughs> まああの振りを見たら絶対わかると思うんですけどあの曲何やったかとかはまあ見てのお楽しみということで <laughs> おもろい ぜひぜひ「うーん」っていう曲に「うーん」ってお日様だけど楽しみにありがとうございますお日様さんお日様カフェも行ったからちょっとそれも写真あるんだけどまだ出し切れてないちょっといろいろと情報が混在しすぎて全然出せてない写真があるんで出しますねまた今度そちらもよろしくお願いします <laughs> そう広島にもお日様カフェが 来ててこの前行きましたメンバーと一緒にそうずっと行きたいって言ってて7月中に行きたかったけど予定が合わずに行けなくてやっと行けたのでねうんうんうんそうねいろいろと嬉しい情報が渋滞しすぎて <laughs> すごいことになってるんですけどこれからも s t テートの活躍をぜひお楽しみに田中美穂もまたテレビで見られる日とか。 いろんなコンテンツとかでいろいろ見られる機会があったら嬉しいですね。よろしくお願いします。日向坂の主さんはちなみにあのー、金村美ミさんです。わあ、仰天ニュース見て一目惚れありがとうございます。<Haha> ST フォーテートの田中美穂と申します。よろしくお願いします。あのこのショールーム配信も毎日やってるので、ちょっと時間帯はバラバラ。 朝だったり夕方だったりこの遅い夜だったりとかあるんですけどぜひ明日とかも見に来てくださると嬉しいですありがとうございますうん <laughs> ねこれからももっともっと向上心持って上へ上へ行けたらなと思いますそうだねあのアイドルさんの推しである方との共演もできたらなって思うし もっともっと音楽番組とか大食い番組も出たいし実は大食いの他にも激辛も得意なんです実はあの自分で一味唐辛子ブートジョロキアの一味唐辛子を持ち歩くぐらいあの辛いのも得意なので激辛と大食いといえばあの番組があるじゃないですかあれがね広島県出身の有吉さんのあの番組もありますのでそちらも。 フフフそうそうそう帯も激辛もどこかでまた出せたらなと思います,です、ね、あ有吉ゼミさんも日テレかじゃあ大きな声で有吉ゼミさん <laughs> 有吉ゼミさんもいつかこれはちょっと結構前から言ってる夢の一つでありますけどだねえ <laughs> ちょっとね、いつか出たい。<laughs> 田中って呼ばれるの見たいですかなんか今日の仰天ニュースさんも、田中って呼ぶ場面もあったり、美穂って呼ぶ場面もあって、なんか、すごいなんか嬉しい、ね、なんか親近感みたいな、<laughs> すごいありましたね。またね、TVer 見返せるので見てください。だよね、美穂呼びだったりとか。 すごいなんか呼ばれるだけで緊張するもんどうぞ <laughs> おいたか田,田中だよかいいいぜひ見てくださいすごいよねこのご時世ありがたいことに TVer とかで録画し忘れた番組とかも見れるんだよすごいよねありがたすぎんこの世の中めちゃくちゃありがたいねあ プールでも見れるんだって。すごい。もう見れるん。すごい。もう一回見るお願いします。フール、私も登録してるわ。なんかティーバーも登録してるわ。<laughs> 私も見れる。でも録画予約もしてるわ。<laughs> もうママとパパともう。早く夕飯を食べて帰ってきてで、まだお姉ちゃん見れてないから。お姉ちゃんも帰ってきたら見てくれるかな？ なんか本物の家族があの役の家族の人たちを見るのどういう気持ちなんだろうって <laughs> すごいパパがめっちゃ面白がっとったけどパパ役の人ちゃんと身長パパと同じぐらいやし何かすごいすごかったよみたいなしかもなんかたまたまパパ役の方がなんか福岡県出身の方でそう「か福岡なんですよね」ってあの言ってくださってあのその撮影の合間とかに「そうお福岡なんですね」って話して。 <laughs> お話もできたしそうそうそうすごいなんかめっっちゃ楽しかったなんか演技ってあの前に STU とあのセルフィッシュ・アミティーズというねあの舞台あの STU の中での舞台でしか演技したことなかったからすごいなんか演技っていう演技ではないんですけどまあ あの演技今回できてなんかすごいドキドキ新鮮な感じでした家族でおきやばい、ね、でもすごくいいねあの私の幼少期の役の子役の子めっちゃ可愛くなかったですかなんか申し訳ないからいめっちゃ可愛くってなんか写真でも見せてもらってたんですよスタッフさんに「えっ愛すぎやん!」と思ってなんか「ありがとうございます」って思って。 そういろんな方が関わってくれてた田中美穂役の田中美穂さんです私ははいどうも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 あちょっとなんかせ洗濯機なってるし <laughs> しーしーしーそう幼少期はご本人じゃないよさすがにできないじゃん私が小学生役とかからちっちゃいめっちゃ可愛い子がやってくれてたけどちょっと似てた本当にやっと。 嬉しいな <laughs> お友達役の方とかもいらっしゃったりとかその方々もねなんかねツイートしてたりとかするからちょっとね調べようって後で思ってるんだけど、ね、自分の役ですら演技って難しいって思ったから俳優さん女優さん本当にすごいなって思うよすごいなって思ったあった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 たあとねそう幼少期の写真とか他にもいろんな 写真を使ってくださってておおって思ってあんな全国のテレビでドーンって自分の写真が出るのってすごい、すごいと思ってもうソファーでわーわーとか思いながら見てました <laughs> すごいね楽しかった見るのも皆さんも楽しんでくれたかな <laughs> あっという間に終わりましたけど ね、まだまだ制服も行けますか本当制服のオフショットまだあるからまた出しますねうん <laughs> ね5周年コンサートの映像も出てめっちゃ嬉しいと思ってしかも船から降りた僕たちを流してくれるのめっちゃ嬉しいと思ってみんなも映ったやん STU も映ったやんあれでそれがめっちゃ嬉しくって 今日で「STU48」っていうワードを聞いた人は全国にめっちゃ多いんじゃないかって思うよすごい嬉しい <laughs> ねそう曲も流れててそうそうそう本当に見返してみようまたみんなうん <laughs> ねっ STU も PR できた嬉しいことにねこれからももっともっとできたらなんて思いますよー <laughs> 何回もいますありがとう嬉しいよすごいこんなお仕事できるって本当に思ってなかったからさ予想もしてないお仕事だったので嬉しすぎたねもう11時だよ今日やばい全然眠気なくなってしまった明日の「おはよう」ツイートもしよう しようじゃない準備しよう <laughs> 日本語間違える <laughs>、うん、と食べ物との写真にしようかな <laughs> いやいいすごいですね本当にねツイッタートレンド STU 祭りですよね影響力計り知れない本当にすごいツイッターのフォロワーがやばいですやばいですめちゃめちゃに増えてます ありがとうございますまだ見てない方いらっしゃればちょっと教えてあげてください。よろししくお願いします <laughs> 先輩に化け物って言われるひなさんひな <laughs> さんあれ知らんかったなんかなんか <laughs> 他のなんかメンバーにもなんか聞きよると思っとったけど化け物言われちった <laughs> おもろい。 まあ、稲田の冷静なコメント、そう。そこ、めっちゃ、ちゃんと見る。あの子は化け物だなって、って言われてる <laughs> い<やん>。い <laughs> んお、はじめましての方、ありがとうね。え、シティーフォーテープの田中美穂です。ありがとうございます。ね。<laughs> あんなと、イキリ感も出てくれててね。そう。 しかもねなんかそうこのここら辺の最近の公園のお弁当がなんかこういう涼しげな食べ物が多くてこういう麺類はねもうスル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 食べれるからこの前は牧泰の日なんて私あのなんかなんだっけななんかあのつけ麺みたいなのを食べた後にみんながちゃんと食べた後にまだ残ってたんですよその麺が。でその時に 人数より多い麺があったからつけ麺の後にそばも食べて公園に出ましたちょっとやばっと思ったけど自分でもなんか本当にちょっと気付いたのがワンチャン麺類強い説も出てきたっていうそう最近なんかつけ麺か,なんか冷やしラーメンかそばかうどんか冷やし中華かみたいなのがお昼置いてある時があったりとかするからお弁当にそう なんかね麺ちょっと強いかもって思い始めた。ミホリンがいるから多く用意されたそういうこと？<laughs> なるほどね。そういうからくりなのね。<laughs> なるほどね。そうスタッフが美味しくいただきましたじゃなくて私がいただきました。って感じだね本当。いやーめっちゃ楽しかったでも本当にずっと食べ物が供給されててあの撮影では。 でしかもちゃんと楽屋弁当もあって <laughs> めっちゃお弁当も3食いただいて仰天さんにしかもそのお弁当の中に私過去にツイートしてますけどそ,れそのツイートを探せばあこの頃に撮影したんだって思うと思うんですけどあのオーベルジーヌっていう有名なお弁当もね <laughs> お弁当をいただけたりとか。 本当に私この仰天さんにん感謝しかない本当に嬉しすぎて全部が嬉しすぎてそうあフォローありがとうございますそうなのなんかあんだけ食べる撮影なのにお弁当もあってフードファイター目指そうそうしよう <laughs> そうしようそうしようちょっとまだ 2.5kg じゃん ギャル曽根さんの足元にも及んでないのでとせめての3キロ一旦食べれるようになりますねちょっと特訓しますなので皆さんデカ盛りのお店あわよくば中国地方で知りたいですけどお店を瀬戸内の PR にもなるしなんですけどなければあの違う県でもいいので大食いができるお店があれば教えてください <laughs> お願いしますうん <laughs> そうねううんんで今回で ST を知ってくださった方あのそう ST を超えてたアイドルなのであの公演もねあるんですよライブとか公演もあってですね今のところ出る予定のライブはですねえっとですねあ今日今日情報出たっけ昨日だっけ あの広島で行われる花は誰のもの公演。また出させていただきますよ。八月十九日。広島で行われる花は誰のもの公演出させていただきます。そちらよろしくお願いしますそう。あ、受付も始まったんだ。お。よろしくお願いします。そちらの方の公演でも、今日流れてたようなシティーフォーテートの曲。披露したりとか。 他にもいろんな曲披露したりとかするのでそう来てくださいな田中美帆生で見てみたい「s t o 4トどんなのか知りたい」って方は一旦来てみましょう。ですね。ねっ8月9日にもマイカーの公演あるしそれはもうもうすぐなのでもうチケット買ってくださってる方はうんあるんですけどそうそうそう。 って他にも出演予定のものあるかちょっと待って確認しよう行動範囲広がるねそうそうでもね結構フェスとかでもいろんな県にも行ったりするのであ広島まで行けないよって方も大丈夫です皆さん大丈夫です <laughs> 行きますのでえっとね今のところあのー、8月8月 8月のアスファルトでなりそうだった今8月28日にも山口県の24時間テレビ山口放送さんの24時間テレビでチャリティーライブに出させていただいたりとかあと9月3日の私の誕生日には東京の立川の方でアイドルフェスに出させていただいたりとかまだまだ先にはなるんですけどあの七並べの七並べの。 イベントで獲得した東京の東京でのあのライブもありますし SKE さんとのコラボのライブとかねそうめっちゃある八王子だねそれは12月1日ありがとうございます12月1日とか結構先の方までライブの予定がありがたいことにあるので来てください気になる方ですね そうしっかりもうめちゃくちゃライブを楽しみたいって方はもう確実に来たらいいよっていうのは8月19日の広島の花は誰のもの公演かなうんうんうんよろしくお願いしますうん <laughs> ぜひぜひそう結構やっぱり48グループなのでこのご時世なので少なくはなっていますがライブはまあ 何度かはあるので月に何度かは会えるタイミングがあったりするのでぜひ会いに来てくださいお願いしますなんかライブ情報とかいろんな情報が早く知りたいよって方はツイッターフォローお願いします是非 <laughs> あの「<laughs> アットマークみほアンダーバーおもちアンダーバー Q3」っていう私の名前私の好きな食べ物誕生日っていうのを並べた簡単な ID なので。 検索してみてください。お願いします。<laughs> 最近綺麗になった。嬉しい。今日は前髪があります。で、前髪最近迷走してるんですけど、これまた個人的な話になるんですけど。前瞑想してて前髪昨日とかおとといとかなかったりしたんですけど、今日は前髪あります。で、前髪。 下ろしてみるとあやっぱなんか若干安定だなとは思って今日は前髪下ろしてるんだけどそう、まあ、このぐらいの長さで前髪をツーウェイタイプにしてやるのもいいかなとも思いつつね迷ってます <laughs> 迷っ迷迷迷てますですけどもまああの好きな髪型とかもあったら教えて。 ライブとかででやるのでよろしくお願いします <laughs> いきなりめっちゃアイドルな会話 <laughs> 大食い何キロ食べたとか言ってる人から <laughs> アイドルな会話出てきましたけど <laughs> って感じですねうん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 えー Yahoo 検索ワードランキングも名前載ってるそんなことあるのやばいどういうことみんなありがとう。 ありがとうございます。本当に大感謝。食べられることにも感謝しながら大食いをまだまだこれからも磨いていこうと思います。公園も磨いていくのでよろしくお願いします。食べるけど公園でいっぱい動いて消費していこう。よろしく。Twitter フォローも最後によろしくお願いします。ということで、ちょっともう夜も遅く、夜も、夜も遅くなってきたっておかしいな。夜も更けてきましたし。 皆さん明日もあると思うので、この辺でランキング読んでいこうかなと思います。ありがとうございます。コメントもギフトもたくさんじゅんやさん、自宅さん、宮島さんデサイザートさん、おしめななみんさん、みきちゃんありがとうございます。ギフトありがとう。コメントも全部ね。私の目には入ってますので、皆さんたくさんコメントありがとうございました。twitter のフォローとか。 あとは私からのメールが受け取りたい方とか s t テ4 8モバイルなど s t テ4 8ファンクラブもありますのでぜひそちらもよろしくお願いします。ということで最後にじゃんけんして違う違う違う最後にランキングでいきたいと思います順番を間違えたでは22の見栄印賞からいきたいと思います22はももたんさんそして ランキング男女13位からいきます13位尾チさん12位あんみつさん11位ウエマンさんあなんかランキング変わったぞ13位からもう一回いきます13位あんみつさん12位持続さん11位ウエマンさん10位アクアト自称ミホパパさん 9位みきちゃん8位デザイズハートさん7位かねとも6位サンピラーさん5位竹まつるさん4位かんちゃん3位やじゅうまさん2位すすんぶんさん そして第1位はおしめんななみんさんでしたありがとうございましたパチ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 ありがとうパチパチということで今夜はたくさん s t 4ドを見てくださってありがとうございましたこれからもいろんな番組や公演やライブやいろんなものに出させていただけるようにみんなで頑張っていきたいと思います s t 4ドと田中美穂これからもよろしくお願いしますということで ね、ツイッターとかもぜひぜひフォローとか、リプラ、リプとかもめっちゃ見てるので、よろしくお願いします。では、最後にじゃんけんして終わります最初は、グーじゃんけん、パーありがとうございましたね、ツイッターのフォロワーもあと1ヶ月で1万人に達成できるように。 今回で知ってくださった方、ぜひフォローしてください。お願いします。では、おやすみなさい。おやすみほ